バモスエルアガトライトライトライト、今日人数やばいですね。ここ4年間で一番ピンチかもしれない。怪我人独出で、しかも熱いっていうの12人、最初12人ってやばいけど、勝っていきますよ。とはいえ やりました。たまには休みなさいと。たまにはやりすぎた、やりすぎたと。この渡辺先生の、ね、治療を受けて来月には戻ってきますので、はい、すごく期待。やめてそれ。星座に削られたか。違う、ね、だとしたら無意識領域だ。マジこんな少ないの初めて。いつも今日何人どこ10ぐらいじゃん。フィールドはもうだって10切ってるでしょ、はい、しかも厚さですよ、ほぼフルだし、うん、いやでも星座の初戦はやっぱ勝ちであれしたいね。なんか俺が、まあ、みんなが勝ちを作ってほしいけど俺がなんか開幕デビュー戦とか最後5分出てたらみんなに拍手で温めくみたいな。今日はブラジル人相手に限られたメンバーですけど、ルールが少ないですけど、いやもうこういう日がね出てくると思ってたんで、あのしっかり、まあ、勝つっていうことがいい、まあ、途中いろんなことあると思うんで、しっかり勝つ。Thank you.
don't give up. Pac said that I gotta keep my head up, so I ain't going nowhere. Yeah, I'm standing right here. Demons all around, but I ain't got no fear. We'll be right back.
too far, won't throw in a towel. It ain't looking real good, but I won't give up. Pac said that I gotta keep my head up, so I ain't going nowhere. Yeah, I'm standing right here. Demons all around, but I ain't got no fear. You can kick me around, but I won't stay down. I run this town, ain't backing down. We going in rounds. Yeah, the winds will blow, but these roots are deep. I'm on my feet, the underdog, and I won't be beat. In the fire now, but I won't be burned. I was waiting for this, and now it's my turn. Sweat on my face, blood in my eyes. Been underground, now I aim for the sky. Don't quit now, you can last longer. All these wounds only making you stronger. Don't give up now, yeah, you gotta climb. But we give it to all until the end, until the end. We ain't going nowhere. We'll be standing right here until the end of time. Till the end of time. We ain't going nowhere. We'll be standing right here until the end of time. We ain't going nowhere. We'll be standing right here.
だったけどね、ナイスゲームでした。まあこういうチームもあるから、まあ相手に合わせないでやっていきましょう。よし、お疲れでした。まあ次向けてまた頑張っていきましょう。お疲れでした。はい、お疲れでした。お疲れでした。まあ細かいところを言うと、あのボール入った時、まあ自分も含めてなんですけど、なんかもっと落ち着いてボール回ってるなっていうか、自分たちが握ってる時になんか自分たちのミスで失ったりとか、マイボールにした後にちょっと探してる時間で相手に疲れてとか、もうちょっと来てから考えるじゃなくて、ある程度イメージした中でボールタッチしてボールはたいていくっていう、もう一個反応早めにしていかないと、相手からすると俺も守備しててもらってから考えてるやつだとガッていけるけども、もらう前にいろいろ考えてやっぱりフェイントかけてるやつとかにあんま食いつけないし、そういうところでもうちょっと中盤の選手とかサイドの出た選手はもうちょっと判断早く、ちょい1個忘れてた、はい、セイザーデビューおめでとうございます。あそうか、俺なんかしたらフットサルで見てるけど、カットで、そそいちゃんもつこう、カットで、まあ、もろもろ全部カット。セイザーおめでとうございます。じゃあコメント、いやちょ最後試合難しくしちゃって申し訳ないですけど、あのハンド何だったの。いやあれワードでしょ、ノーファール、ノーファール、ノーファールだったらもろファールもらってなんとか難しい試合勝ちきれてよかったので、また次節以降もお願いします。お願いします。でボール乗ったところまで頑張ります。あ、ありました。結局5対2か、5対3。まあかなり苦しい試合だったんですけど、ちょっとチーム全体で何とか勝ち切ることができてよかったです。まあ、今後もまた気温も上がったりとか、あとは今怪我人がね、うちも練習多いから増えてきてるんで、ちょっと改めてケアの部分っていうのを徹底しながら、関東4連覇、そして日本一6連覇に向けて頑張っていくんで、ぜひこれからも引き続きよろしくお願いします。ぜひ、チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。またアディオース。